はい、何の拍手本日住之江ゴルフセンターに、ゴルフセンゴルフ住之江にお邪魔しております。大阪にまで来ました。ああどっかの誰かがね引っ越してね、なんかパパママーって言ってね大阪帰ったやつがおるんですよ。そしたらねこっち来てくださいって言うからねな、生の息ですねここまで来たんですよ。なんとね、ここ3階まであるんですよ。なんとここね、隣にね温泉があるんですよ。あ、そうですね、これはいや3階は確かにそうですね。なんとほんまにでもそうですね、椅子が綺麗なんですよ。あ、確かに。そしてなんとここ自分が打った球をバーチャルで確認できるんですよ。そうなんです、めっちゃいいんですよ。めっちゃ僕ね、田舎に住んでるんですけど、東京都っていうところにあるんですけど、やっぱあそこ田舎なんでね、こういう設備がない。でそうするとね、やっぱりね、困る。こんな綺麗かったらね、打ちづらい。あ、お逆に困っちゃう。困っちゃう。ということでね、本日は住之江ゴルフセンターで、まあ、練習動画を撮っていきながら、近況話したりしながら動画撮っていきたいなと思います。はいはい、今回の企画は、ドローとフックの違い、スライスとフェードの違いっていうのを、まあ、簡単に解説していって実際に打ってみるっていう感じで動画を撮っていこうかなと。まあ、こんな綺麗な環境でね、今日はちょっと練習していきたいと思うので。そうですね、僕のバックも光り輝いて。本当ですよ。そこらもね、また後で紹介していこうかなと思います。はい、とりあえず練習行ってきます。ドローってどういう軌道なんですか？スライスとフェードの違いと、ドローとフックの違い。ドローとフックの違いはフックですか？はい。これフック？うん。シュインってスライダーのような。はい。これドロー。うん。体の変化でなんかそれ違うところがあるんですか？フックのところが気持ちこう残っちゃってるみたいな。左側俺はボールを右に置く。ああ、そういうことか。それでやっぱり調整してるんですね。体の向きでまずまっすぐコースに対してまっすぐ弾とるかっていうところはまずアマチュアは分からないんですか。うん、そうです、ね、ボールの位置で打ちたい球、はい、を俺はちょっと変えるぐらいしか、うん、これはできません。はいはい、まあ、とはいえ、うん、まあ、こんな感じがドローとフックです。スライスとフェードもさっきと似たような感じですかね。うん、今のはオフックですか？うん、ミス。あれがドローです。あれドローいったよ。うん、結構綺麗。やっぱドローで捕まっとるけん、ほら
はい。そうですね、ちょっとドロー気味。自分が一番自信のあるコースに行くことだけを信じて、はい、球のその日の特徴をちゃんとしっかり自覚して、どっちかというと今日まっすぐ行ったら、この方向、角、はい、狙いに行くところは。ティーショットきちっと置けたら、はい、セカンド、まあ、長くて180とかやけど、まあ、きっちりフェアウェイ置けるし、コースの狙い位置だったら全然パーって難しくないから、いいんじゃないですか。本日はフェードとスライス、ドローとフックの違いって何っていうところから、実際に打ち分ける方法を解説する動画を撮ってみました。意識したことは大きく2点で、1つ目はボールの置く位置、2つ目は体の開き加減でした。ボール位置に関してはフェードは若干中央より左側、ドローは若干中央より右側へ置くことを意識しております。体の開き加減に関してはフェードはやや開いた状況でインパクト、ドローはそれよりやや閉じた状況でインパクトするっていったことを意識してみました。ぜひ皆さんもフェードとかドローを打ち明けてみてください。それではじゃあねー。